共栄大学教育学部では、社会で役立つ実践力をコンセプトに、体験型の学びを重視したカリキュラムを用意しています。この中で、教員に必要な3つの力、教育力、実践力、人間力の3つの資質を確実に身につけて、数多くの実習を通して子どもたちの成長に寄り添える小学校や幼稚園の先生の輩出を目指しています。学校ふれあい体験では、入学して2ヶ月の段階で小学校での実習を行い、授業補助や学校行事への参加を行っています。2年時には1年間を通して週に1回学校教育研修として教員の仕事を体験、教員としての心構えや子どもとの接し方を直に学び、意識を高めていきます。共栄大学教育学部では、3年時に教育実習を行うことが特徴です。早い段階から教員に必要な知識と実践力を身につけ、4年時では教員採用試験の対策に専念することができ、公立小学校教員正規採用合格率は 55.9% を達成しています。また教員就職支援を手厚く行っており、採用試験対策にも特化した学内講座、教職アカデミーなどのキャリアサポートも充実。教員だけでなく、さまざまな教育機関を目指す先輩たちは、教育力、実践力、人間力を確実に身につけ、次々と自分の夢を叶えています。